人類史上初めて原子爆弾が広島に投下されて今日で79年です。原爆の残り火が持ち帰られた福岡県八女市で平和記念式典が開かれました。79年前の今日、広島に原爆が投下された午前8時15分になると、八女市星野村では黙祷が捧げられました。星野村には広島へ出兵していた故山本達夫さんが故郷に持ち帰った原爆の残り火が平和のシンボルとして今なお灯され続けています。戦争をしてはいけない、原子爆弾は絶対に使ってはならないものだということを日本が語り継いでいかないといけません。核兵器の廃絶と世界平和への願いは原爆の残り火のように次の世代へと受け継がれています。